よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。今日はフレンチメディカルドレスでございます。まあ、メディカルシリーズっていうのをですねたくさんやっておりまして、まあ、古い軍物のメディカルサージカルガウンとか呼ばれるやつですよね。まあ、よくあの古着屋さんとかに言うとデッドストックっていうのは古いもので一度も使えずに保存されてきたものですよね。デッドストックのものとかね売ってますけども、そういったサージカルガウンを手本に、まあ、どれワンピースドレスにしていこうというテーマのシリーズで、アメリカの20年代のサージカルガウン、その後がドイツ軍のサージカルガウンを手本にし、チェコ軍のやつをやり、今回がフランス軍のサージカルガウン、昔のやつですね、をちょっと手本に作りました。これあのフランス軍のサージカルガウンって調べてみて、結構忠実だから。今回知ってます、こういう形のやつ見たことない？結構ね忠実に、まあ、本当はもうちょっとこんなにギャザーたくさん入ってないんだけど、まあ、当然だってこんなサージカルの人こんなにギャザーいらないじゃないですか。可愛くある必要もないという時代だったと思うんで、まあ、そこら辺の形とかね、まあ、紐がついてたかって言われてついてないんだけども、まあ、その辺がちょっとアレンジを効かせて作りました。綿麻なんですけども、国産の綿麻を使用しておりまして、これあの麻なんだけど風合い柔らかくてさ、チクチクしないじゃないですか。しないでしょ。しないで、それね、あのわざと柔らかく仕上げるために染色するじゃん。こう色染めた後に天日干しするんだって。だか乾かすためにこう早く乾かそうって言ってこう、まあ、乾燥機というか、まあ、あの風を無理な機械に入れたりするんじゃなくて、もうそのまま保存しとくの、天日干しで。そうするとゆっくり乾いてこういう風に柔らかくなるということで、結構いい理念だよね。なんかやっぱ今理念本当にちょっと高くなっちゃって、なかなか手出しづらいところではあるんですけども、まあ、こういうメディカルドレスにはねやっぱり綿麻の方が、まあ、風合いがね分かりやすくこう、トラットになるなというのでこれを選んでおります。で今いじっていただいてましたけども、ここの真ん中の部分のギャザーに共布のこういった紐が入っておりまして、これだからスルスルスルって抜けちゃうから気をつけた方がいいよね。下手するとね、止まってないからさ。はい、お2本入ってるのかな。で前と後ろでこうギュッとしたり、全部広げたり、リボンにしたり、いろんなことをして形状を変えられるようになっております。着た感じいかがでしょうか？あの全然重たくないので、うん、重たい洋服が苦手な方も全然着れる感じ、うん、割と生地は厚手なので、厚がりの方はちょっと厚いかもしれないですね、うん、バンカとか、まあ、なんかタートルネックとか着て、うん、あ確かに秋冬着るとか、うんでもいいかもしれない、うん、逆に冷房とか寒がりの人はちょうどいいかもしれない、うんうん、確かにね。あの結構生地に今おっしゃったように張りがあるから、このボリュームの出方がこう体のライン拾わないで、そういう人も向いてるかもね。後ろどんな感じでしょう？はい、後ろはなんかメディカルドレスって感じの、なんかこのギャザーは結構ガーリーというかフェミニンな印象になりがちですけども、なんていうかメディカルガウン、軍物の空気もちゃんとあるかっこいい感じがねしますね。でやっぱこの袖ね、半袖のこの袖はドイツとかチェコとかとから系譜がねありますね。やっぱあの前向きですよねずっと後ろ黒の、あ結構ギュッと縛ると全然違うね印象が。これまでメディカルドレスシリーズの黒のものしかなかったんで、なんかちょっと今回はこの暗めのグレーを使わせてもらいまして、雰囲気ちょっとか紐で遊ばないでいただきますかはい、というフレンチメディカル、一番なんかフレンチメディカルドレスなんかおしゃれな空気感じるとか、フランス どうですか、やっぱフランス行かれてましたね最近、はい、やっぱ感じますこれ。感じますね石畳の上歩いてそう一緒に畳の上歩いてそう。フランスといえば、はい、やっぱ行かれてた方の知見もね、やっぱいただいて、私行ったことないんで、やっぱ飛行機大変でしたか？大変です。何時間？合計はトランジット抜いたら多分16時間とかですかね。ずっと寝た？
いや、だいぶ起きてました。あ、だいぶ起きてない、はい、映画とか今見るの？見ました。何見てたんですか？いりますこの情報？まあ最後だし別にこの。あ、何見てたかな、覚えてない。もう最近だから新作がやってるんでしょ、やっぱり。そうですね、あ、割と最近。マリオ見た？マリオ。あ、マリオなかったです。マリオな、残念だね、はい、はい、ありがとうございました。